いです。それ見せてもらっていいですか。三角縁です。三角縁しんどいけど、はい、これはプラスチックのシリコンで、じゃあここでいいですか。シリコンで全然熱できないの。やらないです。どうやっていいですか。やりますか。もしかしたら流れないので、パパパッとスタートを決めたら、パパパッと、はい、こんな感じですか。似たような素材です。はい、それで光ってるのは、その光の色が何だか違う。それで、外銅鐸の方は、その穴のところに中子、中子って言いますね。中子を入れてください。結構ちょっとぴったり合うと思います。はい、で、中子を入れてください。で、あの中子の外側のところの金属の外側のところに縦の線が入っていると思うんですけど、その線がぴったりとあのシリコン2つ合わせた型の線と合うようにしっかりと合わせてください。そしたら縦にも2箇所ぐらい外側で書いてください。入れるとあのもうすぐに溶けてきます。すぐに溶けます。じゃあちょっと高さを取ってみます。ちょっとね、ゴミを取らないと汚いやつができちゃうので、はい、どうぞ。はい、ゆっくり、はい、流し込んでください。その表面を取ってるのが酸化してる。酸化しちゃうんで、はい、切っちゃいますこれぐらい。はい、そんなもんで大丈夫ですか。はい、じゃあ、ここ抜いちゃっていいの。はい、で、これ抜いてください。縦にこうやって抜けるので、はい、そっち側に、はい、抜けるので、ちょっとグリグリってやつに、はい、抜けると思います。ありがとうございました。どうぞ。初めに読むのは一回もなし。楽しかったです。